日本の倉敷市にある三菱自動車で初めてスプレー塗装作業を学びました。塗装の品質検査員として勤務し、仕事の一環として簡単なタッチアップ作業を学びました。その後いくつかの仕事を得て、色彩に対する私の愛は深まりました。自分に高い基準を設定することの大切さを教えてくれた春さんや、海外で働いた経験談で私に刺激を与えてくれた前田さんなど、素晴らしい指導者がいました。あの頃、人に教えてもらうのではなくて見て学ぶことを求められました。どこか行けと何度も言われましたが、私は諦めませんでした。自分の知識を共有したかったから、インストラクターとして働き始めました。だいたい14年間塗装を教えてきました。その年の岡山県の最優秀賞も受賞しました。人はこう聞くかもしれません。14年間塗装を教えた？教えることが本当にそんなにたくさんあるのか？とその時に私はこう答えます。日本の塗装技術は世界一であり、その需要の高さには理由があります。いつの間にか海外に移住したいという強い願望を感じました。ミャンマーで2年間 BP のマネージャーとして働きました。そしてそこで、個人会社を設立しました。しかし残念ながらミャンマーのクーデターでその会社は閉鎖することになったんです。失望を抱えながら日本へ帰還しましたが、塗装技術への愛を世界に伝えたいという思いは燃え続けていました。その頃、私ほどの経験と資格を持ち海外の塗装分野で働いている人を聞いたことはないんです。そして希望を持ち続け、ついにチャンスは巡ってきました。2024年、私は現在のカーロケアでボディ&ペイント部門の責任者として働いています。素晴らしい3年目です。この瞬間、感謝すべきことがたくさんあると分かっています。そしてやるべきことがまだまだたくさんあります。ここが自分のいるべき場所だと信じています。